ソックスってすごくちっちゃいアイテムですけど、あの人間の体って結局足裏で地面についてて、スポーツしてる時膝の障害とか足裏の痛い障害、まあ、そういったのって基本的にはまあ足裏から来てるんですよね。足裏の衝撃吸収、このアーチの役割っていうのがすごく大事で、だから足裏を大事にしてあげる、いい靴下を選ぶって自分の体を守るために重要な要素だと思うんですね。人間の足は足の裏に3つのアーチがあります。で横アーチと縦アーチ2つなんですけれども、一般的なスポーツの靴下で縦アーチの土踏まずをサポートしている靴下っていうのはかなり多くであるんですけど、横アーチをサポートする靴下っていうのはそんなにないんですね。でも縦アーチも重要ですし、横アーチも同じように重要だということで、人間の足の裏のアーチを効率的にサポートする構造っていうのを僕は靴下には求めました。テーピングを入れる靴下って一般的にはきつい靴下が多いと思いますけど、やっぱきつすぎるのは嫌だと思う。でもテーピングが欲しいっていうのを工場の方と一緒にいろいろ考えたんですけど、工場の人にしてみれば相反する機能というかね、そういった無理難題を突きつけられて非常に難しかったと思いますね。小さな製品ですけど、これ以降作り上げるにも本当に多くの人の手が入っているというのはすごく感じますね。構成場だったりとか、手をかけて仕上げだったりとか、パッケージとかで、そうやって作られたものがスポーツをする人をサポートするっていうところ、やっぱブランドとしてもやっぱそういう丁寧な仕事っていうのはしていきたいなってすごく